とそれぞれですけど、子供と一緒ね、同じ布団に入ることで、子供が泣けば布団も動くので、それで気づいたりとか、近くで寝てれば動くだろうか、それでほら当たってとか、で気づいたりとか。アウトとは、手話で話して、聞こえる子供たちは、手話と声、一緒に。まあ、嘘を気はしてますけど、それはあくまでも、音が入るぐらいで、大きいとか小さいとか、そういうことまではわからない。嫌な音なのかとか、もう迷惑をかけるレベルの音の大きさなのかとか、そういう判断はできない。周りから見ると、多分うるさいのね、注意をしない親なんだなっていうふうにね、思われてるんだなっていうのをなんとなく感じていて、無駄に、ね、静かに静かにって言ってたんですよ。例えば、中に急にね、子供が、まあ、熱だったとか、病気になった時ね、なんか聞こえるお母さんが、看護師さんに、聞いて今連れてった方がいいのかとか、そういうのを相談できる電話があるって聞いたんですけど、それがないで朝まで心配しながら、なんか見てるしかないとか、ファックスとかメールでもいいので他の方法でも相談できるような、はい、期間が欲しいなと思って、時々映画館とかで見たいって言うんですけど、連れて行くけど内容が分からなくて、字幕がついてるのを選べばいいのかと思って、声が英語だったらなくて、で字幕も読めなくて、今度は子供が楽しめない不便だなと感じましたね。